ンポン。いや、夏、浮かれ方がバカのそれ。あ、白がついて。うるせえ、夏といえば何を思い浮かべますか？え、そりゃ、花火とか海とかプールとか？そうだね、貞子だね。なんでだよ。暑い時はホラーで背筋を凍らせるのが普通でしょ。まあ、夏の過ごし方の定番の一つではあるけどさ。みんなそういうの大丈夫だっけ？うちは結構得意やで。へ、意外やな。昔はよく、葵と一緒にホラー映画見るのが夏休みの定番やったからな。もうかなり怖いやつじゃないと満足できひんくらいにはホラー得意やつ。それでホラー得意とか肩腹痛し。でねー、じゃあ葵ちゃんは揺らすのやら得意中の得意ですね。お姉ちゃんと一緒によく見てたっていうのもありますが、よく一人でもホラーゲームとかやるんで、まあ余裕っちゃ余裕ですかね。わあ、この姉妹大丈夫か？スイナちゃんは、え、あ、大丈夫です。じゃあ私お化け役やりますね。行くぜ、叩く。はあ、今夜早く。すみません、ちょっと髪の毛のセットが長引いて。まあ貞子の髪の毛大変そうやしな。早く早せよ。貞子で来いよ。え、じゃねえよ。あんだけ貞子前振りしてんだから、みんな貞子望んでたろうがよ。でも今私がコスプレしてるフレティも人気ありますよ。お前のそれはジェイソンだよ。パッカピの武器を見ろよ。もはやどこのなんだよ。いいか、貞子やからな。はい、たく行きます。はい。髪の方向逆じゃね。え、なんで逆立つんだよ。貞子は前髪下ろして目が隠れる感じだろうがよ。でも髪の毛逆立つタイプもいたような。いねえよ、多分それゴンさんだよ。前髪下ろせや。よし、任せろ。下ろせっつってんだよ。もう注文が多いな。たく。あかんで、もうあかんで。怖がりすぎやろ。よし、今日も大量のワカメ食べるぞ。あ。うきゃー。さて、お次はこのチャッキーメイクで。うん。あおい、大丈夫か？これワカメですね。ワカメで。うん、サテコ、サテコが、ヌルヌルの、ヌルヌルが。なんか気絶してるし。